ホットペッパービューティーをご覧の皆さん、こんにちは、上白石萌歌です。今日は私なりの美のこだわりについてご紹介したいと思います。上白石萌歌のルックバックマイビューティースタート。初期の私だって信じてもらえないと思うんですけど、現場とかいつもボサボサでブリーチできるって聞いた時はめちゃくちゃ嬉しくって、幼少期はかなり異色なんですけど、ちょっとまず最初に1枚写真を見ていただきたいんですけど、なかなかこの写真見て初期の私だって信じてもらえないと思うんですけど、こんな時がありました。これはメキシコに3年間住んでいた頃の写真でして、メキシコってこういうコーンローみたいなヘアスタイルがよく見受けられるんですけど、こういう風に現地のお姉さんが髪の毛を作ってくれて、こういう風な髪型になるんですけど、これ観光地でやったんですけど、記念にみたいな感じで両親も面白がってこんな感じになったんですけど、今の私から見るとかなりね、飛ばしてるなっていう印象ですよね。メキシコ日差しが強いのでサングラスして、休みの日とかこういう風に歩いてたんですけど、街にいる子供たち空港が多かったんで全然浮いたりしてなかったですね。戻れるなら戻りたいんですけど、この時しか似合わない髪型だったんじゃないかなと思って、これが私の髪型人生の中でもとりわけ異色な頃です。なのであんまりこう髪型を変えることに対して恐れがないというか、あの役の衣装合わせとかをして髪型を変えられるってなった時はめちゃくちゃテンションが上がって、つい先日とかは役で初めて全頭ブリーチをしてみたりして、すごい気分も変わりましたし、やっぱ役へのその歩み寄りも髪型によってすごくできる気がするので、髪型の可能性っていうのはすごくあるんじゃないかなって思ってますね。まずブリーチできるって聞いた時はめちゃくちゃ嬉しくって、ずっと憧れだったんですよ。本当はこの仕事してなかったら全部赤髪とかにしたかったりとか、そういう願望があったので、ブリーチって髪を抜く段階で一回髪が真っ黄色になるんですよ。その段階とかもすごい楽しくって、戻す必要がなかったらずっとあのままでいたいぐらいすごい気に入りましたね。はい、でもすごいみんな新鮮がってくれて、あ、めっちゃいいじゃん、こっちの方が好きって言ってくれる友達もいたりとか、あ、思い切るって楽しいじゃんみたいな感じで周りも喜んでくれて、あとやっぱりファッションの幅も広がったりとか、今まで着れなかったような服にもスパイスみたいな感じで楽しめたので、また機会があればやりたいなと思ってます。普段自分の意思でなかなか髪型を変えられないので、作品が終わったタイミングとかちょっとおいとまをいただく時にこういう風にしてもいいですかっていう風に聞いて、でこの前初めてこれブリーチした後にまた黒髪に戻した後にやった髪なんですけど、毛先をちょっとオレンジ色に染めてみました。その前に一回黒に戻さなきゃいけなかったので、それで戻した髪ベースに毛先だけちょっとブリーチして、でオレンジ色入れてっていう感じで、めちゃくちゃプライベートの写真ですが、これもめっちゃ楽しかったですね。なのでやっぱり役を終えたり大きな作品を終えたりすると、ブリーチだけじゃなくてちょっと毛先を切り落とすだけでもなんかちょっと気持ちが変わったりもするので、割と美容院に行くっていうのは自分の中でも大切なイベントですね。19歳ぐらいの時に髪をバッサリ切ってショートカットにしたことがあったんですけど、少年っぽいショートカットだったんですよね、自分の中で。なので、あの時から 4,5 年経った今、少し大人になったかなと思うので、大人なショートヘアをやってみたいです。赤髪でショートとかやってみたいですね。とかオレンジとか、結構髪の毛を変えたい欲が強くあるので、なのでそういうのは挑戦してみたいなと思います。いや、もともとすごい無頓着で、いや、無頓着でしょこれ。
お仕事始めるぐらいのタイミングから少しずつそういうことに興味を持ち始めて、まあ、でもここ最近ですね、成人したぐらいからより美容とかファッションに興味を持ち始めて、普段通ってる美容室があるんですけど、そこでものすごい髪に合うトリートメントを見つけて、それに出会ってからより髪のツヤに対する意識は結構高まりました。身近にメイクさんっていうプロ中のプロがいらっしゃるので、その方に相談したりとか、まあ、髪のことは美容師さんが一番分かってるのでプロにお任せしたりとか、あと自分で調べるときは本当にインターネットで、それこそ X とかでいっぱい見たりもしますし、友達にも美容好きの子がいたりするので、その子に相談したりとか、割と周りに美容に詳しい方がたくさんいますね。髪は、まあ、月に1回行けたら美容室に行って毛量とかを調節したりとか、トリートメントをしたりとかするの。プラスデイリーケアだと、まあ、特別なことはそんなしてないんですけど、なるべくお風呂上がりにすぐ髪を乾かすとか、洗い流さないトリートメントですごく気に入ってるものがあるのでそれを使ったりとか、私結構ヘアオイルが好きで家に 5,6 種類ぐらいあって、それを季節とかその日の湿度によって分けたりとかして、詳しくはないんですけど、その自分の好み、今日はちょっと重ためのオイルかなとか、乾燥する日はちょっと重ためとか、雨の日はちょっと軽めのものとか使い分けると自分の気持ちがいいっていうことですね。いや全くそんなことはないんですけど、ね、現場とかいつもボサボサで汚いとか、ちょっと半分乾いてなかったりとかたまにねちょっと乾かしてもらったりとかしてて、全然無頓着なんですけど、なるべく頑張るようにしてますね。まずお気に入りのドライヤーがありまして、それをずっと使っているのと、なるべくこの毛の流れに沿って上から下へ、私結構長いので時間かかるんですよね。調子いい時15分ぐらいなんですけど、調子あんま良くない時25分ぐらいかかるんでそのなんだろう、自分のその日の効率の良さ、良し悪しみたいなところ、例えばやりながら携帯見ちゃったりとか、その集中力がない日は割と時間がかかるんですけど、なるべく乾かしきってから寝るようにはしてます。やっぱりそのまま濡れたまま放置が良くないですよね。広がっちゃったりすると思うので、それはなるべく避けるようにしてます。なんだろう、まあ、思ったより痛みにくいところ、それはブリーチを初めてした時に思ったんですけど、こう1回目のブリーチでも毛がちぎれちゃったりする方もいらっしゃると思うんですけど、そういうこともあまりなく、まあ、美容師さんが多分すごいお上手だからだと思うんですけど、毛質は弱くはないかなっていうところと、結んでも跡がつきにくいです逆にね、巻いたりするとすぐ取れちゃうので、キープ力はないんですけど、ヘアゴムの跡とかはつきにくいので、その辺は気に入ってます。毛量ですね、結構ほったらかすと毛の量が増えたりとか、もともと多い方なんですけど、気がつくと、まあ、広がって見えてしまうので、なるべくこまめに美容室に行って毛量調整してもらったりとか、オイル割としっかりめの重めのものをつけて広がらないようにしたりとか、私もまだちょっと解決策探りきれてないんですけど、そこはちょっとそうですね、気をつけるようにはしてます。三つ編みがすごく可愛くて、須田まさきさんがあの生徒みんなに見えますそれはやっぱメイクさんが秘密兵器でたくさんやってくださる。ホットペッパービューティー。